海鹿島駅は千葉県調子市小畑新町にある調子電気鉄道調子電気鉄道線の駅である。駅番号は CD07。千葉県及び関東地方の最東端に位置する駅である。富士公務所が命名権を獲得突破ズレを冠した愛称となった。その後2018年4月1日から千葉市若葉区で鮮魚店を展開する有限会社。 石毛魚類が新たに命名権を獲得し、関東最藤丹より、調子高直送千葉石毛魚類を冠した愛称に変更された。駅ホーム端式ホーム一面一線の地上駅、無人駅、清涼飲料の自動販売機あり、簡易トイレあり。2007年1月、ボランティアにより掲げられた文学費めぐり案内図の看板によって、 関東再東端の駅と表記されるようになった。現在では、駅舎横に関東再東端の駅の石踏みが建てられている。2007年12月まで小学生の通学時間帯のみ駅員を配置していたが、合理化により2008年以降本調子駅ともども完全無人化され、駅室と無室は物置となっている。 一日平均乗車人員73人近年の一日平均乗車人員推移は、下表の通り。君が、浜海岸駅周辺は、東大キャベツのブランドで知られるキャベツを産する二十歳と、住宅地が点在する。風光明媚な景観を誇る海鹿島の海岸周辺には、かつて多くの別荘が建てられ、保養地となり、明治時代、 大正時代の文人たちがこれに滞在したことで知られる。今でもその景観は多くの市民や観光客に愛されている。ありがとうございます。